はい、こんにちは、酒井ギタースクールです。コメ読み行ってみたいと思います。僕が一度も弾いたことなかったっていうね、暁の鐘、を弾いた時、初めてね、楽譜を見て初見で弾いてみた動画のコメントで、この曲は山下かなひさんですよね、が演奏している動画で初めて知って、彼女の表現力にすごく驚いた記憶があります。それ以来大好きな曲です。今回取り上げてもらえて嬉しいです。酒井先生がこの曲を完成させていく過程も見てみたいです。この曲はね、僕も、この YouTube でね、山下かなひさん、山下和人さんの娘さん、が演奏してるこの曲、僕もね最近見たんですよ、でそれで、あっと思って、ちょっとこの曲楽譜見てみようって思ったんです、で実はそれまで僕この曲対して、魅力的でもなくて、そんなにこう弾きたいなって思ったことなかったんですけど、そう、山下かなひさんの演奏がね、僕もすごく、良くて、あ、これ初めてこのなんかいい演奏を聞いたかもってちょっとね思いました。でまあこれね、僕も本番どっかでやるっていう予定もないから、とりあえず弾いてみただけで今んとこ終わってるんですけど、まあちょっとずつね、やっていこうかな、どうしようかなっていう感じですかね。でその同じ動画のコメントですね、いつも見させていただいてます。今回なぜこの曲を選曲されたのか不思議です。クラシックギターがつまらないと感じる典型な曲の気がしました。自分のレベルが、まだまだかな、これまだまだ低いのだなと少々落ち込んでいます。これそのさっきのね、コメントのでもそうだったんですけど、この曲クラシックギターがつまらないと感じる典型な曲、確かにね分かる気はするんですよ。で僕もその今まで、さっきも言ったけど、今まであのね、ただこうこの間ね、ハーモニクスの場所でちょっとドとミとね、ちょっと見間違えてそのまま弾いちゃってた場所なんですけど、まあいっか、なんかね、ただ弾いてるだけみたいな演奏が多いなっていう印象がありますよね。だから多分つまらないって感じる演奏が多いんだろうなって僕は思います。実際僕もそう感じてる部分ありましたから、でも、美しく弾いたら美しいなって思いますね。まあそれには練習が必要ですけど、そう、でもね、別にこう自分のレベルが低いっていうことではないと思いますね。多分この曲を魅力的に弾いた演奏っていうのを聞いてないんだと思うんですよ。
だから他のねどの曲とかもそうだと思うんですけど、なんかこうね魅力的に演奏してる、魅力的に弾いたものをこう聴いたらその曲の良さがわかるから、その曲いいなって思えると思うんです。でも、そんなに魅力的な演奏じゃなければもうね結構その第一印象で結構決まっちゃったりすると思うんですよ、うん、で本当はこんな曲なのに最初に聴いたのがすっごいなんか淡々とただ弾いてるだけみたいな演奏だったから全然あの曲ってつまんないよねみたいな、もうそういう感じでねイメージ出来上がっちゃってる、まああると思います、そういうのはね、うん、はい、ということで、うん、まあまあ僕もねちょっと時間があったらちょっとずつ進めてみようかな見ようかなみたいな感じですけど、うん、まあまだね初見弾で弾いてちょっと運指チャカチャカっとねチェックしてみてぐらいでもう止まってるんであれですけど、うん、まあ時間があったらまたさらに深く見ていこうとは思ってます。はい、というわけで皆さんからのコメントどしどしお待ちしております。